お姉ちゃんとは何なのか考えさせられるプリコね。ハージもあるよ。ということで今回はリアルのユミちゃんとしずるさんのストーリーを紹介します。リアルの二人が絡んだらどうなってしまうのか、やばいですね。やばいわよ。ガチャが無料。ルナのと弟くんの記憶の鍵があるって言うけど、結局ここって一体何なんだろう。ルナの負けだよ。どんどん回数が高くなってて最終的に何回になるんだろうね。来たっていうのは本当に本当だけど、あわよくばマスターに何か有益な情報の一つも持ち帰れたらとは思ってるんだよね。秘密結社ラビリンスの一員としてはちゃんとそっちも覚えてたんだ。しずるくん、どうかしたのかね。何やら黙り込んで。セクシーユニちゃん、オスオス。ううん、ちょっと弟くんを危険にさらすトラップが仕掛けられてないか、お姉ちゃん愛でお姉ちゃんサーチしてたの。通路で弾が転がってくる黄銅穴とか、うん、何かな。失敬、なんでもないさ、ヨシナに。ヨシナに。象牙の塔のユニ先輩、すごく頭のいい子だって弟くんからは聞いてたけど。その分野でいいもよ。本当だね。私が隠し事してることなんとなく気づいてるんだね。でもごめんねユニちゃん、世界の謎を追うラビリンスの素性はあんまり人に話しちゃいけないことになって。ユニちゃんは自力でその謎に気づいちゃう天才なんですよね。仲良くなれてすっごく嬉しいけど、情報の開示は慎重に。それが弟くんのためだからね。何？情報を開示すると能力の威力が上昇するのではなかったのか。何？どうしたのユニちゃん。謎の未確認個体を発見した。これ、母さんです。会場が彼から聞いていた情報に符合する。やったぜ、早速触っちゃおう。待って、ホタタくん、むやみに触ったら危険。お体に触りますよ。急に光が。何の光。何これ。珍百景に登録お願いしまーす。そして見知らぬ天井へ。弟くん遅いの。もうせっかくの放課後デートなのに30分遅れるなんて急に言われてもお姉ちゃん困っちゃうぞ。放課後に弟とデート。でも早く会いたい気持ちはきっと弟くんだって同じだよね。先生から急な雑用を押し付けられてかわいそうな弟くんへ前向きになれる励ましメッセをいっぱい送ってあげようと。あー、いいっすね。弟くん、お仕事ご苦労様、頑張れ頑張れ。こっち抜か。早く会いたいな。まだ終わらない。そろそろ終わるよね。あと何分、あと何秒。まだかな、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 まだか。嘘だ。あれ、向こうから前のめり気味に歩いてくるあの姿勢の悪いちっちゃ可愛い子はうちのクラスの。いや待て、この孤独なシルエットは。ユニちゃん、オスオス。うん、やっぱりそうだ。全国模試の上位常連、窓際の眠り姫こと新行寺ユニちゃん。新行寺さーん。へい、彼女、お茶しない。って、あれれ、手を振ってるのにスタスタ素通りされちゃったよ。こっちに気づいてなかったのかな。うん、でも一瞬目が合ったよね。あ、ひょっとして無視されちゃった。貴様、逃げるな。責任から逃げるな。あ、一大決心したような顔でそそくさと戻ってきた。えらいぞ。あはは、星野さん、どうも。どうも。こんなところで新行寺さんも寄り道？こんなところ。あ、うん、あの、なんかごめんね、話しかけちゃって。え、何がごめん？いや、だってマナーっていうか暗黙の了解っていうか。え、普通外で学校の人に会ってもスルー推奨じゃん。卑怯者兄貴たちは外で同僚やクラスメイトに会ったらどうする。そうなの？なんで？なんでって、え、星野さん外でクラスの子に会ってもスルーしないの？しないんじゃないかな。うん、普通に挨拶するよね。それでそのままおしゃべりするよね。コミュ力強強。すごい、コミュ力強強、か
かっこいい。そこにしびれる、憧れる。星野さん、今なんで褒められたんだろう。はは、あ、うん、それじゃあ私これで。恐ろしく早い退散、僕でなきゃ見逃しちゃうね。ああ、急いでるんだ。あ、別に暇。嫌われてるのかな。見てらんねえ。あと、そうだ、私、新行寺さんにお礼言いたかったの。こないだうちの弟くんへのプレゼント、相談に乗ってもらったでしょ。おお、教えてもらった本あげたらすっごく喜んでたよ。本当にありがとう。卑怯者は兄貴たちなら何の本をおすすめする。 あれね、あれってそういう話だったっけ。あの時私テンパっちゃってて、あんまり覚えてないんだよね。なんか一人で勝手に喋り倒しちゃって、はぁ、恥ずかしい。ださ、うん、私は新行寺さんに弟くんのこといっぱい聞いてもらえてすごく楽しかった記憶しかないけど、一日返してもらえなさそう。え、星野さん女神すぎ。私人と話すのめっちゃ下手だから、お世辞でも泣ける。そうなんだ。それなら今度また学校で弟くんの話聞いてもらっちゃおう。それじゃあ引き止めちゃってごめんね、ユニちゃん。ユニちゃん、ユニちゃん爆誕の瞬間。何かな。あ、うん、なんでも。あの、なんかその呼び方ちょっと友達っぽーって思ってユニちゃん面白いね。だって同じクラスだし友達だよ。友達、あ、だよね、友達。そっか、へえ、友達ユニちゃん、会話にあが多くて可愛いね。やめろ。名前なんて別に私のことも気安く呼んでもらって大丈夫だよ。え、なんだったら呼び捨てでもいいし。はあ、呼び捨てって、それは、いやいや、恐れ多いです。無理無理無理。ユニちゃんは謙虚だな。謙虚なないか。遠慮しなくていいんだぞ。むしろなんだか振られたみたいで、お姉ちゃんちょっぴりショック。あ、ごめんね。じゃあ、あの、はい、お言葉に甘えて呼び捨てで。かわいい。ありがとう星野。名字違う、ダルルを。え、来やすい呼び方って、ああ、そっち。よう、星野。え、あれ、私なんか間違った。あ、じゃあ嘘、今のなし。戻す戻す、星野さん別にいいよ、なんでも。ユニちゃんほんと面白いよね。お姉ちゃん気に入っちゃった。私もねえ。でへってなんだよ。あ、そしたら私、あの、目線の ID 教えとくね。ほら、もしね、もし何かあったらあれだから、あの、何でも送って。あと、ついでだから、メールと電話と SNS とその裏垢も。いきなり重いですね。あ、そうだ、あの、一応聞いとくけど、星野さん、アストルムっていうゲームやってたりは。布教活動は基本。アストルムやってるよ、昨日も弟くんと。やってるの。私もバトル雑魚だけど高卒ガチ勢。そうなんだ、私は弟くんと。え、待って待って、どうしよう、嬉しい。話長くなるかも。あ、星野さん水空っぽ、おかわり持ってくるね。あ、いいよ、座ってて。乗るな、ユニ、戻れ。うん、はい。消極的なのか積極的なのか、なかなか目まぐるしい子だね。すみません、あ、これ、あの、お冷やください。コーヒー頼んであげて。はあ、緊張した。やばい、星野さんめっちゃ美人だし、背高いし、スタイルいいし、高木も頑張ってるし、完全に別の生き物だよ。ワシントン条約で保護だよ。でも、やっぱ頑張って声かけてよかった。ビジュアルだけじゃなくて中身もすごくいい子だし、しかもなんか友達になってんじゃん私。
高校で一人目の友達。やめてくれカカシ、その術は僕に聞く。後でスタンプ送ろう。で帰ったらメールして電話して忙しくなる。宴の始まりだ。本当はストルムでも一緒にパーティー組んでほしいけど、まさかね。それはさすがにまだ早いよね。気をつけよう。そういうところだぞ私。大概だぞユミくん。ちょっと待て、メッセとか交換するのはこのタイミングでよかったのか。会話した後に脳内で問題なかったか考えるのあります。あります。もしかして私すでにやっちゃってる。嘘、距離感やべえやつって誤解されてない。テレ女のやべえやつ。どうしよう。そういえばさっき星野さん一回お開きムード出してたよね。あの時私なんで帰らなかったの。普通あれで解散じゃん。どうしよう。多分星野さん怒ってる。怒るよそりゃ。教室同じだけの陰キャに絡まれて謎に無駄な時間過ごしてるんだもん。端的に言って地獄だよ。シャミ子が悪いんだよ。あーやだ、なんかお腹痛くなってきた。もう帰ろうかな。今日はあの子も来ないみたいだし。悲しくなってきた。っていうかむしろ彼には会わなくてよかったかも。ここで偶然ばったり会うのもルーティン化してきて、そろそろ偶然じゃないってバレちゃうような。さすが目標の女。いやでもたまたまお互いよく行く店が被ってるってだけだし、彼がこの店いいって言ってたからちょっと影響受けただけだし、別に待ち伏せとかじゃないし。お前もストーカーにならないか。 あ今なんか突然全部めんどくさくなった。うん、めんどくさ。もういいや、帰ろ。帰って一生一人で引きこもろーっと。たまにあるやつだ。だが知らなかったのか、お姉ちゃんからは逃げられない。確かにそう決意したはずだったのに。なのになんで気づいたらこんな状況に。あたたくん、それだけで足りる？お腹いっぱいになりそう？お姉ちゃんのパンももりもり食べていいんだからね。お姉ちゃんのパンツをもりもり。本当はお姉ちゃんがあーして食べさせてあげたいけど、お店の中だから我慢するね。弟くんも年頃の男の子だもん。お姉ちゃんは男心にも理解があるタイプのお姉ちゃんなんだよ。さすがお姉ちゃん。情報量が多すぎて感情の整理が追いつかない。でもとりあえず一つ言えることは、星野さんってこういうキャラだったんだ。びっくり。星野さんの弟が彼だったことの衝撃も、もちろん全然まだ処理できてはいないんだけど。なお本当の弟ではない。勝るとも劣らないぐらいにはびっくり。共和学園のパーフェクトレディと名高いあの星野しずるさんが、まさか若干引くぐらいの激甘ブラコンお姉ちゃんだったとは。弟くんは一生懸命食べて偉いね。お姉ちゃん君のそういうところ大好き。頭撫でてあげるね。ほう、たまんねえ。うちらぐらいの年で兄弟あんな仲いいってあるの？いや仲いいっていうか、ただ星野さんが一方的に過保護してる感じだけど。あれ、ユニちゃんなんかおとなしいね。さっきまで若干引くぐらいガーって来てたのにどうかした？二人とも急に早口になるね。なんかちょっと知恵熱？頭わーってなってきちゃって。リアルに。お、大丈夫か大丈夫か。大変！私弟くん用の頭痛薬持ってるから使って使って。ありがとう。やっぱ星野さんいい人。好き。弟くん口元にソースがついてるぞ。お姉ちゃんが拭いてあげるから動かないでね。はーい。うわきつ。正論を言ってはいけない。私今何を見せられてるんだろう。僕は思わずリアルに声が出てしまったよ。現実だ。でもびっくりしたな。弟くんがユニちゃんとお友達だったなんて。いつもうちの弟がお世話になっております。お姉ちゃんの探りだ。いや全然、こちらこそ。っていうか友達っても
基本交流はゲームの中限定だしね。中に出してください。オフでは二人でどこかに遊びに行ったりしたことはないの？答えを間違えただけされるやつだ。ないない、全然ない。うん、びっくりするぐらいない。何度かここでばったり会ってあれって言って流れでちょっとお茶するぐらいはあったけど、まあ偶然の産物だよね。はあ、エスプレッソ美味しい。これはセーフか。おい、その先は地獄だぞ。え、なあ、え、あれ君そうなの？あ、へえ、そうなんだ。そしたら何？いや、私は別にあれだけど、そのメスの顔しやがって。忙しいってば忙しいけど、言われれば全然時間ぐらい作るし、うん、多分言ってもいいよなんて困っちゃうね。どうする？どうしようか。ね、どっか行く？遊びに。ユニ、いいやつだったよ。行く行く、お姉ちゃんと遊びに行くよね。おたたくん、ラブコメにお姉ちゃん混ぜたら売れたわ。え、ありがとう、優しいんだね、ユニちゃんは。でもそんなに忙しいなら無理はさせられないよ。大丈夫、弟くんのことなら全部お姉ちゃんに任せて。お姉ちゃんに任せなさい。はい。じゃあ、はあ、それで。え、これもうどうなってるのかわかんないですね。あ、ここはルナの塔？ルナの負けだよ。え、私たち寝ちゃってたの？あたあたくん起きて、風邪ひいちゃうから。ほら見て、お目覚めお姉ちゃんスマイルだよ。あねー、またキラーンがパクられてる。ガゴスピルルルピ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 。ほら、ユニちゃんもよだれ出てるよ。拭いて拭いて。こちらもよだれを垂らさねば。ブサ法というもの。おはよう、諸君。ジル。何やら妙な夢を見ていたようで、目覚めはあまりよろしくないが。そうなの？私が見た夢はすごく楽しかったよ。この3人で仲良くおしゃべりしてて、ユニちゃんはなんだか全体的に挙動不審っぽかったけど。不審者ですね。奇遇だな。その悪夢なら僕にも心当たりがある。しずるくんは相も変わらず姉としていたがな。今のが弟くんの記憶の鍵なのかな。存在しない記憶。現状は果たして何が何やらといったところだが、だがまあこれにてひとまずの目的は達成したわけだな。よし帰ろう、僕もう飽きた。もとい、我々は皆等しく消耗している。優秀な軍師が戦略的かつ客観的に判断してここらが潮時だ。言っておくが、これは僕の幼稚なわがままではないぞ。帰って麦酒は、麦酒は冷えてっか。お疲れ様。帰りはお姉ちゃんがお姉ちゃん抱っこしてあげるからね。あ、その前にお姉ちゃんマッサージが先かな。おい、こら、みだりに身体接触を図るんじゃない。男女7歳にして席を同じをせず、離れろ離れろ。密です。コロナでー。ユニちゃん、私をお姉ちゃんと認めてくれたんじゃなかったの？兄弟なんだから仲がいいのは当たり前のことなんだよねえ。あたあたくん、お姉ちゃん怖いな。とつまりしとこ、いちいちくっつくなと言っとるんだよ。貴様さては姉を免罪符に横島な色欲を解放する気だな。何がお姉ちゃんだ、肩払いたい。そんな道理が通るものか。恥を知れ恥を。姉が通れば道理は引っ込むんだよ、ユニちゃん。僕はようやく登り始めたばかりだからな。この果てしなく遠い姉坂をよ。なあロゼッタ、お姉ちゃんとは一体何なのだろうな。ポーン、回答します。
姉を思う。ゆえに姉あり。難しいな。実に難しい。おっと、申し訳ないけどお見せできるのはここまでだよ。残りの2話も順次紹介していくから動画更新を待っててくれ。ということで今回はここまで。動画更新のお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォローをしてもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち。姉の道は一歩から。君も立派なお姉ちゃんになろう。では、さらばだー。